皆さんこんにちは。今回はですね、一力遼九段と上野愛咲美四段の定型杯春英戦リーグのハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。上野四段の黒番です。まあ一間に締まりましたね。上野四段でかかりまして、普通に受けました。珍しいですね。上野四段はだいたい挟むんですけれども、でまあ普通に受けましたね。で付け二段ですね。でまあここで、まあ、押さずにかかってきましたね。でまあここで挟みましたね。まあここはだいたい挟みますね、はい、ここは今挟むのが定石ですね。ここにまあこれ人工知能の推奨書なんですけれどもね、人工知能が教えてくれた手ですね、これはね、はい。でちなみにですね、まあそのこっちのね模様を広げたい場合は、こうかかりじゃなくてこうつける手がありますね。でこういったらこういってこういってね、で2間ぐらいに開いてっていう、こういう感じでまあ模様を広げるっていう手はありますね。まあこれちなみにこれはね、韓国のねおゆじんさんがねよくこの手使いますね、はい。模様を消す時もよく使ってます、こういう手はね。なかなか実践的な手っていう感じがしますね、この手で。まあこういって挟みましたね。どっちみち挟まれるんですよね、こっち行ったらね。受けてくれないですから、こうやって桂馬で。でまあ結局まあこっちに打ってまあ戦いになるなりますね結局。まあ三々入るのはやっぱりこの厚くなっちゃいますから、ここはまあ三々入る手もあるんですけれどもね、もうここまで3対1ですから今、はい、3対1ですからあるんですけれども、まあ上の四段はそういうふうには絶対打たないですね。そういう棋風じゃないですからね。はい。で、そこで、こう、防止しましたね。まあちょっと変わった手なんですけれども、まあ、狭間ついてくださいっていう手なんですけれども、これは。で、もう、一力九段は、狭間についていきましたね、それで。で、桂馬に外してっていう感じですね。まあ、ですから、この手は、まあ、そうですね、今、まあこうやって付け越される手をもう見てますから、まあこれは戦いを誘った手っていうかもしって、手っていうことかもしれませんね。戦いを誘ったということですね。で、まあここで一間飛んで、で、ここをね、肩突きの位置に行きましたね。まあここがまあ一応急所ですね。で、これに対して、まあ、ここを覗いたんですけれども、これはなかなかの好手でした。まあ、これ、もしこう受けたら、まあ、伸びて、まあ、これ下がるのが、まあ、ここは急所なんですけれども、こういって、まあ、こういったらこういってね、こういって、こういって、こういって。で、まあ、こんな感じで打って、まあ、戦おうということですね。はい。まあ、これで別に、黒がいいというわけじゃないんですけれども、まあ、こう5対5の戦いになりますね。まあ実際はでもこういう打ちまして、こっち打ちましたね。まあここ急所ですって言ったから、で、ここ打ちましたね。で、まあ結局、これはまああれですね。振り替わりですね。黒が隅を得たっていうことですね。はい。で、白はこっちの辺を得たっていうことですね。で、こういって、まあ隅生きて、まあここは、まあ、分断しようということなんですけれども、まあこれに対して手を抜いて、上の四段ね、うん、はい。切りましたね、これ。上の四段は、切れるところだったらね、すぐ切りますからね。で、まあこれ、飛びまして、伸びましたね、ここはね。で、飛びまして、で、押さえました。まあ押さえるのは、ここでは急所ですね。で、まあ、ここ飛びまして、で、まあ、ここ覗きましたね。覗きに対して、まあ、継ぎました。まあ、ちょっとこの覗きがですね、ややぬるかったみたいなんですけれども、まあ、ここは、ですから、
まあ、覗きではなく、まあ、こういうふうに割り込めっていうことなんですけれども、まあ、難しいので、省略します。はい。で、現在の形勢はですね、まあ、5対5ですね。黒がじゃ、まあ、黒が52%ですね。黒が52%。だから、上の四段が、まあ、うまく打ってるますね、ここまでは。非常に。一力九段相手にね。で、これ飛びましたね。で、この飛びに対して、まあ、これはここを受けましたね、ここ。これ、そうですね、これは絶対ですね、ここでは、この手が。これもしですね、別の手、例えばこういう手なんか打ってしまうと、これを覗かれるとちょっと困りますね。まあ、これ継ぐんですけれども、まあ、こういうふうに言ってね、切られてしまって、これ困りますね。こう言って、覗いて、抜くんですけれども、これで取られてしまいますね、この石が。ですから、今ここを打つ手は絶対でしたね。で、大きいとこ行きましたね、ここ。ここは大きいとこであると同時に、黒の、根拠を奪ってますから、こう今度グッと出られると、これ、危なくなりますので、ですから一石二鳥みたいな手ですね。まあ、これ受けましたね。で、桂馬にかけていきましたね。で、一間飛んで、受けましたね。はい。こっち受けました。で、これは切りに行きましたね、またね。はい。切りに行ったんですけれども。で、ここで、こっちに膨らみましたね。膨らみまして、これに対して、押さえた手が、これ問題でしたね。やっぱり押さえずに、切りに行かないといけなかったですね、今は。押さえずに、こう伸びてね。切りに行かないといけなかったですね。こういったら、こういって。で、まあ、おそらくこういくと思うんですけども、白は。もうこれに対してこういってね。こういって。まあ、ついでおいて。これで一応、この石を腐らせてますので、まあ、白次これぐらいしかないと思うんですけれども、これ出ればね、これ完全に腐ってますから、この石。ですから、こうなったら、まあ、黒がね、ちょっと一方的にまあ攻めるみたいな感じになるんですけれども、そうなったら、こっちの字ができるんですよね。こっちの字がね。まあ、それでもね。まあ、でも、まあ、普通にこう打ちましたね。これだから、で、ここで一回、ここ、押さえずに、まあ、ここに様子で打ちましたね。打ちましたね。まあ、これ先手ですから、いずれにしても。で、ここ打って、こういってね。で、まあ、かけ継ぎで一回、るんではなくて、こういう感じで、なんか働いた感じで受けましたね。はい。まあ、かけ継ぎで受ける手もあったみたいです。で、一間飛びまして、で、出てね。で、下がって。当然、黒はこれ取らないといけませんので。で、白はね、まあ、ここで急所に置きましたね。これに対して、つけましたね。まあ、つけた手は、の良し悪しはちょっとわからないですけれども。まあ、こう打ちまして、こう打って、ついでね。で、これで、まあ一応、そうですね。まあ先手を取ったってことですかね、黒がね。はい。で、こう押していきましたね。まあそういう意味だったみたいですね。はい。で、切りまして。まあこれは、まあ定石ですね、これはね。で、こう打ちまして、また戦いなんですけれども、難しい。切った手はどうだったんでしょうかね、黒はね。まあ、切らない手もあったと思いますね、ここでは。で、まあ、こうなりまして、こうなってね。こう打って。まあ、こうなって、まあ、どうかということですね。まあ、切ったことによって、結局ここが厚くなってしまいましたので、白の。ですから、やっぱり切らない方が良かったかもしれませんね、これね。で、まあ、黒をこう守りましたね。で、まあ、ここでね、覗いて、覗きに対して、こっちで受けましたね。
受けてね。で、なんか働いた受け方しましたね。で、これでこの2目はもう取られま、完全に取られましたね。なので、今は白がいいですね。白はもうこっちは安泰ですから、この石は。黒がこの石が弱いだけですからね。まあ、ただ石、弱い石1個だけですから、まあ別にその、打開するのはそんなに難しくはないと思うんですけれども、まあ白がまあ優勢ですね、今は。覗いて、まあ覗きはね、まあ、いい利かしですね、ここでは。で、これ跳ね継ぎましたね。覗いて、これ取りに行ってますね。さあ、ここでちょっと黒は生きないといけないんですけれども。で、ここで手を抜きましたね。まあ、もうちょっと厳しく攻める手もあったんですけれどもね。はい。まあ、手を抜いてこっち行きました。まあ、いずれにしてもこの辺はね、削減しないといけないところでしたからね。はい。まあ、どういうふうに削減するのかっていうのが問題だったんですけれども、ここに打ちましたね。で、まあ、ここで、まあ、こっちに受けましたけど、まあ、ここで、まあ、覗きましたね。はい。まあ、急所ですね、これはね。で、まあ、遮りまして、当たり打って、跳ねて、まあ、2目取って、出て、これでね、一応ここ貫通しましたね。これは非常に大きかったと思いますね。そこで、ちょっとこっち追求しましたね、この石を。ここを打って。で、まあ、ここでこう、進んでいきましたね。まあ、現在の形勢なんですけれども、現在の形勢はもうすでに、白が、勝勢ですね。98%ぐらいいってますね、勝率。97%とか。地合いも10目以上違いますから、今、勝勢ですね、白が。やっぱ、ここを貫通されたのも大きかったし、また、この石がね、ちょっと攻められてますので、今。で、さらにこっち打ちまして、まあ、これを手はあれですね。隅を守りつつ攻めに行ったってですね、これはね。いい手だと思いますね。でも、ここで三々入りましたね。で、まあ、これ黒の主張は、もうこれ黒は死んでないと。まあ、これ黒生きてるっていうことなんですけれども、そう、まあ、一回取りに行くなら、まあ、こう言って、こう言って、まあ、こう切って、この石が生きてるかってことなんですけれども、そうですね。まあ、ちょっとここ断点があるから生きてますね、これは。これを言って、こう言ったらこれでね、まあ、こっち打たないといけないんですけど、まあ、これで一応生きてるっていうことですか。そういうことですね。はい、まあ、ただ、まあ、損しますけれども、はい。ここも、まあ、大体取られそうですよね。まあ、これ、こういう手もありましたね、ちなみにね。まあ、それでこう言っておけば、もうこれ先手ですから、これに対して。こう言ってれば、まあ、多分楽勝でしたね。これで楽勝でしたね。これ全部取れますから。まあ、しかし、実戦はですね、こう打ちまして、ちょっと甘い打ち方をしましたね。ここでこう打ったんですけれども、ここで、覗きますね。こっちを先に打ちましたね。こう継ぎまして、で、まあ、2目取りましたね。で、こっちに打ったんですけれども、急所に打ったんですけれども、で、それでここ割り込みましたね。この割り込んだ手はなかなか、いい手だと思いますね。はい。これはなかなかいい手だと思いますね。で、こう打ちまして、ついで、当たり打って、こう押さえてね。で、切って。で、ここではですね、実は、これ切らずに、こういう手もありましたね。こう言ったらこれ全部取れたんですけれども、ただ、もうこれ、まあ、駆け継いだときに、問題はこの石ですね。この石が生きるか死ぬかっていうことなんですけれども、まあ、ぶっちゃけこの石が死ぬことはないんですけれども、こうやって言ってれば、まあ、これを取りに来てどうなるかっていうことなんですけれども、まあ、ちょっとこの辺が、まあ、はっきりしなかったっていうことですね。白は。この石白。また、生きに行くと、まだここに地ができるんですけれど、まあ、地ができてもね、まあ、これはここで儲けてるから、まあ、生きたら、勝つんですけれども、まあ、この生き死にを、ちょっとはっきりしなかったと。
いうことで、まあ、その、実際切ったんですけれども、まあ、切ってこう、まあ、当たり打って、これはもう絶対先手ですから。で、こう、出ていった手がね、なかなかいい手でしたね、これが。で、こう、利かしていく手がね、なかなかいい手ですね。で、ここまで利かして、で、これ押さえて、これは、取らないといけないですから。で、ここでこう押さえた手がね、なかなかの、あれですね、読みでしたね。これは、捨て石にしたのが、良かったみたいです。で、ここで、押さえて、で、こう言ったんですけれども、まあ、ここでね、実戦はまあ、こっち打ったんですけれども、まあ、ちなみにね、こういうふうに言ったら、普通はこれは取れるんですけれども、ちょっとこの場合は、このダメズバレの関係があって、なかなかそうはいかないんですよね。これ、こう行くのが先手になりますので、まあ、抜くんですけれども、それでまあ、跳ねる手がありますね、ここでね。うん、で、跳ねたら、これ、切らないといけないですよね。まあ、こういうふうに行く手はあるんですけれども、で、こういった時に、まあ、こう行こうということですね。はい。ですから、ここまで行った手は非常にね、上野四段非常にね、いい手だったですね。で、まあ、ここ、まあ、でも、ここ行きましたね、ここね。まあ、ここ行かれてね、ここ地ができないんですよね。地ができないどころか、これ分断されると、こっちとこっちを。これ、死の恐れがありますから、あんまり強く戦えないんですよね、こう言って。まあ、ここで一応分断しますけども、まあ、こう行きまして。まあ、これ本当ね、まあ、まあ、黒は攻めてはいるんですけども、実際にはね、まあ、本当どっちが攻めてるか分かんないという感じでしたね。で、飛びまして、こう行ってね、こう打ちまして、まあ、ここで投了しましたね。まあ、ここで投了したんですけれども、ここで、まあ、そうですね、まあ、これ連絡、されたらこれダメなんですけれども、まあ、こういくのはね、こういってこういって、まあ、こうついでおけばね、まあ、割り込みはこれはもう逆にね、こういって逆にこの石が取られてしまいますので、こう下がられるとね、これダメですから、で結局は、まあ、こういったらこういくしかないんですけれども、まあ、出て出て、出て、出て、こういって、これ取ったら、取ってもこれが死んでますね、この時点で。ですから、これはもうダメですね。はい。ということで、まあ、投了し、やむなしっていう感じですかね。はい。以上です。